えー、こんにちは。即課塾の久保です。あの、私ね、先日、公明党の横山議員が、あの、銀座の方で飲み歩いていたというところに、ものすごくね、憤慨したと言いますかね、それで、あり得るんかなぁと、そんなことがと思って、その後の処分を、まあ、楽しみにしていたわけなんですよ。まあ、あの、役職をね、辞任するのはよくあることなんですけども、もう国会議員を辞めろと、議員を辞めろっていう話なんですよね。で、えっ、ー、と、公明党の横山議員はあ、この度、 議員辞職をすることを決められましたけども、まあこれはおそらく、まあけしなのかなと思ってるんですよ。うん、私の思いは二つあります。一つはですね、党内での人気ダウン、公明党自体の人気ダウンを恐れる。いわゆるその、創価学会からのね、やっぱバッシング。まあ女性の会員さんがすごく力を持ってるところですから、こういった状況下で、まあね、女性のいるところで飲み歩いてるっていうところが評判悪かったんで、 まあや,めやむなくやめたというか、やめさせたというところなのかなと思いますよね。で、もう一つ思うのは、あの、さらにね、あの、ほじくられちゃ、やばい爆弾級の事案を抱えていて、早めに、まあ、ケツを割ったということなんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、あと、もう一つの思いなんですけども、今言ったのはちょっとね、あの、あくまでも勘ぐる思いなんですけど、もう一個、好意的な解釈をすればですね、やっぱり公明党さんの潔さがここに出たのかなと思ったんですよ。 横山議員にしても、それから公明党としての対応も、自民党とは違うぜってところをね、見せてくれたのかなと思います。まあ、これによってですね、自民党がどうなるのか、同じことをね、やったわけですから、自民党の党内規律がどのレベルなのか、モラルがどの程度なのかってことが、これでわかるんじゃないかなと思います。おそらく、自民党っていうのは、あの、有罪を、今ね、今この瞬間、あの、有罪になってる、有罪判決を受けた、 人でも議員辞職してないわけですから、それから総理に言ってもね、国会がお決めになること、本人の決断だとか言うわけですから、まあ、この身内を守りある体質ってのはもう終わってるなと思いますよね。あの自民党はね、いろんなね、あの、いい点があったりとか、頼りになるところあるんですけども、ただもう今自民党はそう言ってもね、うん、自民党に頼ることはできないかなと思いますね。もう自民党がない前提でこの国は運営していかないければなりませんし、まあなんせね、自民党のね、その、 まあ,ある特定の国への忖度ぶりといいますか、べったりぶりがね、すごく危険ですよ。国民を、それこそ商品として、奴隷として販売しかねない政党が自民党ですからね。で、公明党さんは、きっと、うん、なんかね、いろんなところはあるけども、より我々の気持ちに近い、そんな政党なんじゃないかなと思いますね。やっぱりこう、やっぱ今回の件で私はね、公明党さん、そうであってほしいなと。 思いました。あのいろいろとね、あの憶測を呼ぶところあるんですけども、でもこの決断1点を取っても公明党さんを私は見直したと思いますよね。やっぱりこう公明党さんは、んまあね自民党よりは随分私たち国民の感情に近いんじゃないかなと思いますよね。対して自民党はもう本当に終わってますよ。うんせっかくの功績もそれから頑張ってらっしゃる議員さんも巻き添えにして 自民党は終わってますよもう菅総総理が最後ののああれじじゃゃなないいいいででですすかか裁んねもう自民党もこう解散して心ある方の政党とそれからね利権が大好きな方の政党と2つぐらいに分かれてね立憲自民党ぐらいになったらいいんじゃないですかね <laughs> えー、昨,昨日のねあの立憲民主党の,あの例の,あの枝野さんのお話も聞きましたけども決意は分かるんですけどもうん でも、枝野さんが代表でいいのかなって気持ちはありますね。私はやっぱり立憲民主党をお任せするのは、小川淳也議員さんがいいんじゃないかなと。そして、裏方参謀としてね、あの、あれですよね、枝野さんが、枝野さんが官房長官でもいいと思うんですよ。官房長官としてナンバー2で実権を握るみたいな形でね。表に立つのは、枝野さんみたいな、切られる人ではなくて、えー、やっぱり小川淳也さんみたいな方が、 いればいいんじゃないかなと思いますよね。ああいった、まだ若い方が、新しいリーダーを持った方が、あの、いろいろとね、えー、悩みながら進んでいっていただければ、私たちと、私たち国民も迷ってるわけですからね。はい。えっ、ー、と、公明党さんはだから、今回の件で全部が帳消しになるとは思いませんけども、ただ党としてのバランスは保てたんじゃないかなと思うんですよ。で、こうでもしないと公明党は本当に、えー 分解するんじゃないかなと思いますよね。うん、まあまあまあ、そんなとこですかね。私、まだそんなに、ね、公明党さんのこと詳しくないんでね、偉そうなこと言って申し訳ないんですけども、ただ素直に見たところ、このぐらいの処分がないと、公明党さんは公明党じゃなくなると思います。うん、当然のことをしただけなんで、別に良かったね、偉かったねっていうものではないです。公明党さんなら、このぐらいのことをしないと。そして、自民党に見せつけてあげてほしいんですよ。あの、国民感情がどういうふうに、あの、党に反映されているかっていうことと、党の行動がね、 国民の気持ちをどのぐらい左右するかってこと。もうこれによってですね、自民党の票がぐっとね、公明党さんに移るぐらいの、本当にもうこう、自民党なんて別に誰も支持してないわけですからね。要するに無気力支持なんですよ、自民党は。あのー、自民党に票を入れる人はね。で、次の選挙で自民党に入れる人がいるとしたら、もうこれはね、気が知れないですね、私はね。これほどまでに痛い目を見さされて、まだ自民党がいいんかい、みたいな。特定の、だから利権団体は自民党に票を出すのはしょうがないと思いますけども、どちらかというとね、 まだ、あの、思想心情に根差した公明党さんの方がまだ、まだまともというかね。うん、公明党さんの方が自民党に比べたら100倍まともだと思いますよ、も <laughs> 私はそういうふうに思いますけど、皆さんどうですかね。えー、とにかく今回の、うん、東山さんのね、えー、離党ですか離党じゃないやなんだ、議員辞職。それはまあ、当たり前のことなんで、褒められることではないですけども、今までがおかしかったんですよ。何をやっても、そのね、議員として留まって、見苦しいと。うん、これは公明党さんに限ったことではないですけどね。 いろいろありますけども、どうなんですかね。皆さんの判断もまた聞きたいと思います。